久保さん。まあ、今回、値札をつけるだけにしときましょうか。値札をつけるだけ。まあ、最後ね、久保さんがね、無料のものに、ね、あの、なんだ、有料にできるんだよ、みたいな話をしてたんですけど、ま、ぶっちゃけ今、やることって、無料のコンテンツが作れるようになったら、そこに、値札をつけるだけなんですよ。シンプルにね。だから YouTube やるじゃないですか。 YouTube やりまくるじゃないですか。で、フリーコンテンツが普通に作れるようになりました。見てくれる人もいます。ファンもいます。じゃあ、今までやってたフリーコンテンツ、そのコンテンツに対して有料にするっていう。これね、実際に、YouTube じゃないんですけども、僕が1億稼いだコンサル生がいるんですね。で、その子が、あの、一番最初やってたのが、フリーのブログですよね。ブログの記事を書いてたんですよ。ブログのね。 ブログの記事。で、ある程度アクセスとか集まってきたときに、あるときに、こんな仕掛けをしたんですよ。今まで読んでいただきありがとうございます。これからは、今まで無料で公開していた記事、すべて鍵をつけますと。で、もし、これらの過去の記事を見たい場合は、5000円、1万円払ってください。で、やったんですよ。で、そしたら、そこで20万くらい稼いだんですよ。すごいですよね。で、それが情報ビジネスの 一番最初っていうね。で、それで彼はその時一人でそれをやってて、これすごくねみたいな、なって、じゃあ情報これ売れるぞってなって、で、僕の本に行き着いて、僕にコンタクトを取ってきたんですけど、どうすかね。<laughs> まあ今だったらそのノートとかありますけどね。ノートとか、まあ有名になりましたけど、まあその記事を有料に売るっていう。だから結局その、だ、ここで、ここで一番大事なことは何かっていうと、 無料でもしっかりと見てくれる人がいるかどうかです。まあ数、数、をもちろんそれは、あの、なんだ、数が多ければ多いほどいいですよ。だけど、定期的にずっとちゃんと見てくれる人がいるか、ファンの人がいるかっていうのが一番本質的な大事な部分ですね。うん。だそれがある言っているんだったら売れます。うん。 じゃあそのある一定のファームを作るためにはどうすればいいのかっていうと単純に真面目にててあの定時で配信するしていく定期的に配信していくまずこれマストですよねうんであとはまあそのいただいた意見とかに対してアンサーしていく、まあ、これをやっていくだけですで日々その欲しそうなものをなんか話していく伝えたいことを話していくっていうことですね だけど、みんなこれができないのは、やっぱ続けられないからですね。まあ、さっきのブログの事例に関しても、ブログ続けられないんですよね、みんな。まあ、YouTube も続けられないし。うん。でも続けなければ何も変わらないんで。うん。一歩を踏み出す、歩き続けるっていうことをしないと目的地にはいけないわけですよ。ワープはないです。申し訳ないですけど。ワープはないので、地道に歩き続けるしかないんですよ。 で特に経験がない初心者ですっていう方は、いきなり飛行機とか乗れませんので、ね、経験があればね、飛行機とかね、乗れるかもしれないですけど、経験ないじゃないですか。経験ないんだったら、歩くしかないですよ。地道に。本当に。うん。そう。だからね、まあそれができないですよね。うん。まあできるかできないかは、あなた次第行ってらっしゃい。